アンチの意見と向き合います。はいどうもこんにちは、リオルです。今回は前回やってめちゃくちゃ大人気だった企画、まとめサイトのアンチや批判コメント、こちらに対して向き合っていこうかなと思います。前回もやったんですけどね、一応企画の趣旨を説明すると、やっぱね YouTuber たるものファンがいればアンチもいるんですが、このアンチとか批判的なコメントに対して真正面から向き合っていこうと。もちろんそのコメントが僕が納得できるものだったら受け入れて改善していきますし、そうじゃなければバッチリ反論していこうという企画になっております。第1回大人気だったんでね、第2回を開催させてくれるアンチや批判コメントを書いてくださった皆さん、ありがとうございます。というわけで早速やっていきましょう。まず1つ目が、批判的な意見イコールアンチって考えが薄っぺらくて笑った独裁者みたいな考え方だな。まあ、これ多分前回の動画で批判コメントもまとめてアンチって言ってたから書いてると思うんですけど、これはシンプルにアンチと批判コメントっていうのがちょっとめんどくさかったから省略しただけですね。言葉足らずでした。次2つ目、正直リオラは自分には合わないと思ってる。だけど動画を見てる。リオラは話してることは正しいから中身の内容だけ参考にさせてもらってるわ。一応この人は俺のこと嫌いみたいだけど、プラの解説の話してる内容が正しいから情報だけもらってるっていう方ですね。これはね非常に賢いと思います。僕は仮に俺のことが嫌いだったとしても、ただったらこいつ嫌いで済ましたら、この人にとっては何のメリットもないけど、嫌いなやつからも自分にとって利益的な情報を得ることによって自分にメリットが存在すると。これめっちゃ賢いね。はい次いきます。こいつの動画見てアホだと思った。リオラは味方批判していいが、その後しっかり反省しなければならないと語っていた。おそらく視聴者から味方批判いけないとか言いつつ、配信で堂々とやってるのは矛盾ではないかという指摘を受けたからこう言ったんだろうけど、配信見る限りリオラは負け試合を反省してません。味方をけなして終わってます。結局矛盾してんのよリオラは。アホはお前や。まずおそらく視聴者から味方批判いけないとか言いつつ、配信で堂々とやってるのは矛盾ではないかという指摘を受けたからこう言ったっていう風に書いてますが、僕初めからこう言ってます。全然初めからこう言ってます。配信見る限りリオラは負け試合を反省してません。してますけど、口に出してるかどうかは置いといて、自分の中で反省してるからね。口に出して反省することもあるけど、なんでお前俺の全部を知ってるみたいな顔してんの。次、某有名 YouTuber 嫌ってる人の理由は顔がキモいとか偽善者やけど、リオラの嫌いな理由は口が悪いというさ、恥じらいはないのかな。まあ、そもそも俺はまずそこを売りにして成り上がってきたから、恥じらいとかじゃなくてこれ俺の売り方です。前回の動画でも言ったと思うねんけど、全員が全く個性ない、当たり障りないことしか言わん、何がおもろいって話よね。恥じらいはないのかなとか書いてるけど、こんな匿名の掲示板で人の悪口書いてる、その自分のレベルの低さに恥じらいを持ってほしいわ。その時間あったらお前英単語の勉強でもした方がええんちゃうか。サムネが下ネタばかりでクソ、見る人の気持ち考えてほしい。規則に従ってれば何でもありだと思ってるの。課長の目に頭悪いな。何この人は下ネタになんかこう底知れぬとんでもない恨みでもあんの。なんか見る人の気持ち考えた結果、このサムネ色にして再生数回って喜んでる視聴者たくさんいるんやけど、見る人の気持ち考えてほしいんじゃなくて、お前自分の気持ち考えてほしいだけやろ。これ自己中っていうね。全員が幸せになる方法なんかないから。丁寧でクリーンな YouTuber しかおらんくなったら、世の中の一部の人は刺激を求めるし、刺激的な動画だけになったら一部の人はクリーンな動画を求めんねん。覚えときや。アンチと向き合うとか言いつつ、過去の悪行を風刺したイラストを上げた人は即ブロックしてたよね。ほんと沸点低いの知ってるよ。まあ、基本的に俺がブロックするのってイライラしたからとか怒ったからとかじゃなくて、まあ、Twitter でわざわざ他人に対して悪意を持って嫌がらせする人、そういう人と一切関わりたくないから。なんかこう意見とかを言ってくる分には構わんねんけど、ただの嫌がらせみたいな、もうしょうもないやつ、面白くもないし相手するだけ無駄やから、二度と関わらなくていいようにブロックしてるっていう、ただそれだけ。なんか意見とかやったらね、共に会話できるけど、ああいうやつだってまともに会話できんやんだってって感じかな。嫌なら見なければいいって言ってるけど、スプラ立ち回りみたいに検索したらこいつのしか出てこなくてうざい、いちいちイラつく。なんかごめんね、リオラはクソ、リオラはオワコンとか言ってるけど、オワコンなら俺の出てこないよね。ごめん、なんか俺なんかのチャンネルを登録してくれる人が20万人もいて、なんかごめんね。登録してくれてる人みんなありがとう。下ネタが一番好きな人、個人で好きやったらまだいいけど、動画に下ネタ出すのやめろよ。動画に出すぐらい下ネタ好きなら AV 女優の奴隷にでもなったら、マジで何言ってるのか意味がわからん。なんで下ネタ好きイコール AV 女優の奴隷なんか、出すの俺の勝手やし。てかそもそも俺メインチャンネルの動画内で下ネタ言ったことほぼないしな。ハイドラント立ち回りで検索したら、ハイドラと無関係のこいつの動画が3つもヒットしやがった。マジでこいつの動画検索ワードに関係ないのにヒット率異常に高いんだよな。なんかごめんね、 YouTube 上手くてごめん。方言吐いてるのに下ネタ言ってるのに登録者20万人もいてごめん。鉛筆が弱い、ボールドが弱い、携帯モードが弱い、それってあなたの感想ですよね。いいえ違います、世間的にそう言われてます。鉛筆はエナスタ強くなって世間の評価も俺の評価もちょっと上がったけど、あでもそれ以前は鉛筆もボールドも携帯モードも弱いって言われてます。なんかごめんね、こいつのせいで YouTube 禁止になった。下ネタが嫌い、下ネタ系解説 YouTuber は誰が望んでんの。だからさっきも言ったけど、俺メインチャンネルで下ネタ言ったことほぼほぼないよ。ライブ配信やからお前がわざわざ俺のライブ配信見に来てんのやろ。めっちゃ好きやん俺のことお前。でまあさっきも言ったけど、お前は下ネタ系が嫌いかもしらんけど、好きな人おるから、俺好きな人に向けてやってるからさ、お前のことだけ考えてあげられへんの。ごめんね、自己中に合わせてあげれなくて。次からは親の前で見るときはイヤホンつけろよ。アンチに対する動画、結局文句しか言ってなくてくさ、アンチに反論して何がしたいんと思った。別に好き嫌いなんてものはあるもんだし、反論しても全く変わらないのに、意味わかんない企画で生きりやがってさ、ちょっと伸びたからって調子乗んなよ。お前より苦労してんのに伸びない YouTuber とかいるんだぞってのが本音。その時いろいろあってスイッチでその例の動画見せたけど、スイッチが壊れそうになった。私そこまで握力高くないのに。要はすんごいムカ
かついたってこと。別に返信してもいいけど控えめにしてね。あくまで個人の感想だし。まあ、まず言いたいのは多分お嬢さん中学生だよね。中学生はこんなサイトを見ない方がいいと思うよ。悪影響でアンチに反応して何がしたいんと思ったって書いてるんやけど、エンターテインメントってわかるかな。だからこの企画が面白くなる、視聴者が喜ぶと思ってやってるわけ。じゃあ案の定視聴者大喜び、めちゃくちゃコメントついたし、再生数も超回った、大成功。でも大成功するかなんてやってみないとわかんないよね。だからやるんよ。わかるかなこれは。で大人気になったから今も2回目収録してるし、で別に好き嫌いってのはあるもんだし、反応しても全く変わらないのに。と確かにこうやって動画にしない、ただ反応してるだけだったら意味ないと思うねんけど、動画にすることによって俺のこと応援してくれてる視聴者のことを楽しませることができるんよね。ちょっと伸びたからって調子乗んなよ。調子乗るよ。登録者20万人いたら調子乗るよ。別に俺が調子乗っても誰にも害ないよね。俺がこれ調子乗ってさ、迷惑行為とかしだしたらやばいけど、まあ調子乗りすぎないように気をつけます。お前より苦労してんのに伸びない YouTuber とかいるんだぞ。だから何、これに関してはもう意味がわからん。そいつの努力不足やろ。 YouTube って頑張れば伸びるんちゃうから、正しく頑張らないと伸びないから。多分君も中学生やからさ、数学のテストとか多分あると思うんやけど、テスト1週間前とかにさ、めっちゃ勉強頑張ったっつって、小学生の足し算引き算何の意味もないやろ。それと一緒や。 YouTube もただがむしゃらに頑張って伸びる甘い世界ちゃうね。あとスイッチ壊れそうになったって書いてるけど、高いから壊さんようにな。リオラ嫌いなやつの主張は大体理解できるし正論だと思う。嘘でしょ。まあ、確かに暴言は良くないとかは正しいよ。でもそれって俺が勝手に動画作って、俺のチャンネルに勝手に上げて、その動画内で言ってるだけなんよね。で視聴するっていう選択をしてるのは君たちなわけ。俺が直接君たちに暴言言ってるわけじゃないの。だから何回も言うけど、嫌だな、自分に合わないなと思うなら見なければいい。ただそれだけ。で、リオラの法則で反応してくるなら俺らの言ってることは全員正しい。なぜなら嫌ならこのサイト見るなあ。これも多分中学生かな。俺別に嫌じゃないよ、このサイト見るの。全然嫌じゃない。嫌なんて一言も言ったことないよ。むしろ危機として見てる。ネタの宝庫やねん、もう。匿名でしか生きれない中高生がワンサカおって、全部俺の動画のネタになる。最高の場所。まあたまに、ああ、これは今後取り入れていった方がいいかもなっていう意見もあって、俺にとっては有益な場所でしかない。お前らはただ時間を浪費するだけの場所やけどな。2ヶ月ぐらい前の話だけど、私が生配信中に500円スパチャしてあげたのに無視された。ひどくない？視聴者の人たちはナイスパとか書いてくれたのにさ。これはね、ごめんね、気づけなくて。今この場で言うわ。ありがとう、500円。まあ、ただ、試合中とか、コラボ配信中っていうのは基本的にあんまりコメント欄見れないからさ。これはちょっと次回から覚えておいてほしいな。で、まあ、最近ちょくちょく取り入れてんねんけど、コラボ配信とかやったら、配信の最後に読めなかったスーパーチャット読む時間とか作ってるから、絶対読んでほしかったら最後まで見てじゃ。まあ、これはリオラチャンネルとしてじゃなくて、俺個人からの意見というかアドバイスなんだけど、スーパーチャットって基本、見返りを求めて投げたらあかんよ。例えばね、概要欄にスパチャしてくれたら絶対読みますって書いてんのに読んでくれなかった。これはひどいと思う。でも、そうじゃないと。普通にただスパチャしたのであれば、もちろん配信者はこのスパチャを見かけたら感謝した方がいいと思う、俺も。でもこれは義務じゃないよね。だから絶対になんか反応してもらえると思って投げてるのであれば、投げない方がいいね。試合中とかコラボ配信中で見逃されちゃった時に嫌な思いするからね。俺も見かけたら基本的に反応するようにしてるけどね。どうしても見逃しちゃう時っていうのはあるから。見返りを求めちゃうと、そういう時に悲しい思いするのは君やから。それで悲しくなっちゃうんだったら投げない方がいい。なんかリオラ、俺ここのサイト見てるからなとかいう動画出してたけど、だから何？見てるからやめろと、馬鹿げたことを言うな。ここはお前が嫌いと思ってる奴が集まるところだから、そんな動画だけで引くとも笑。ああ、リオラはついに頭が悪くなっていかれてしまいました。さあどうするリオラ、あんたの選択肢は普通に降参するか立ち向かうかだけだぞ。気にしない、そんな選択肢はないよ。まずだってそれはお前が何かもっと言わないとどんどん大きくなるからな。まあいいや、お好きにどうぞ。まあこれも多分中学生か小学生かな。うん、小中学生でこんなサイト見ない方がいいよ。悪影響。30代とかになっても、こういうサイトで人の悪口書いてそう。俺見てるからやめるなんて全然思ってない。むしろ書いてほしい。お前みたいなクソガキが一番ネタになんねん。ネタ提供してくれてありがとうな。リオラチャンネルの方針は誹謗中傷とリオラ自身が納得しない意見を取り入れないが、リオラチャンネル自身が納得する意見はきちんと取り入れるってツイッターで言ってた。このサイトにはアンチの意見ばかりじゃなく批判的な意見もたくさんあるし、リオラのためにもなると思うから、ファンは何でも嫌いなやつの意見を否定しないでね。ちょっと将来的に活かせそうな意見も、まあ、たまにすごくたまにある。ただね、普通に感謝して受け取ってる俺は。まあ、ただ別に納得してないやつは受け入れないというただそれだけだね。で、このサイト見てるとね、よく俺のファンというか信者の方が、この悪口書いてるやつとかに対して反論してるところを見かけんねんけど、あれやめてほしいな、俺的には。自分の時間使ってまで、インターネットで他人の悪口書いてる人に関わりに行ってほしくない。そんな惨めな人間と関わってほしくない。あと、お前らが暴れすぎて、お前らがめんどくさいってなって、もう書いてくれんくなって動画のネタなくなったらどうすんねん。いや、ありがとうな。俺のことかばってくれてるのはすげえありがたいねんけど、そんな奴に関わらんくていい。関わるだけ時間の無駄やし、ほっといたらええねん。自分がやってることが人としてレベル低くて無駄やなってことに気づく奴は気づくし、気づかない奴は一生そのまんまやから。気づけない奴って何言っても気づけないから。アンチも信者も両極端すぎて何とも言えん。個人的にこの人は苦手やけど、それで終わりじゃいけんの。まさにその通りなんよね。俺のこと嫌いなら、黙ってブロックしとけばいい話なんよ。やけどわざわざ、こういうまとめサイトとかに書き込んでしまうと。あ、なんか小中学生がごちゃごちゃ言ってるとかってまだわかるけど、ええ年こういったおっさんとかが書いてるのを見るともう、惨めでしょうがないよね。なんかつい最近あったよね。30代だか40代だかの引きこもりニートが、実家に住んで、親の金で暮らしながら、インターネットで悪口書き込んで、開示請求されて、ツイッターで謝罪してたの。マジで惨めやし、滑稽やったわ。ああなりたくないやろ、お前ら。早くこの底辺から脱出しろ。てかそもそも、この YouTube チャンネル内のデータとか、数字
事を見ながら一番考えてチャンネル運営してるのは俺なわけ。内側のデータも何一つ見たことない、視聴者全体の反応も知らない。で、自分が不快になったからっつってなんか直接俺に対して丁寧に伝えてくるわけでもなく、匿名サイトでネチネチ悪口を書く。まとも言ってないし、そんなやつの意見誰が取り入れるって話なんよね。あのな、めっちゃ当たり前の話するけど、俺って YouTube が本業やねんから、ここにおる誰よりも YouTube のチャンネルと視聴者のこと考えて動画作ってるわけ、試行錯誤してやってるわけ。そら簡単に言えるよな君らは。別に俺が失敗しようが自分には関係ないもんな。俺は生活かかってるわけ、考えてないわけないやん。仮にアンチの言うことはいはいって聞いて失敗した時、君ら俺の生活支えてくれんの？そんな気1ミリもないよね。適当に言ってるだけやもん。一番データ見て、視聴者の反応見て、視聴者のこと考えてやってんの俺やから、それこれから覚えといてな。こいつのインスタ見たが投稿が自撮りばかりで吐き気がした。ごめん、自撮りでいいねいっぱいついて。ごめんな、お前は自撮り上げていいねつかへんのかもしれんけど、俺は自撮り上げたらいいねつくし視聴者喜ぶから自撮り上げんねん。ごめんな。こいつ嫌なら俺の動画見るなって言ってるのに、なんでこいつ自身は嫌なのにこのサイト見てんだろう。こいつも嫌ならこのサイト見なければいいのに。さっきも言ったけど、別にこのサイト見るの嫌なんて一言も言ったことないです。むしろ危機として見てます。国語力と頭の悪さで俺にネタ提供してくれてありがとう。とりあえず口の悪さ直した方がいいと思う。でもこれが好きな人がたくさんいるんです。バカなのでしょうかってしばらく言わなかったら、バカなのでしょうかまだですかってコメントつくぐらいなんです。全人類が幸せになる動画なんて作れません。口の悪さも直せない小学生以下、エンタメです、エンターテイメントです。好きな人がいるんです。まあちゃんと仕事の場所とかでは普通やしね。でパズドラで有名になった某有名 YouTuber はパズドラブームが終わった時にそれまでの言動があだになって一気にオワコン化したからな。ビオラはどうなるか知らんけど、そういう先輩たちもいるから将来口の悪さがあだにならなきゃいいけどな。別にその人は口の悪さで売ってたわけじゃないし、っていうかオワコン化した理由はそれじゃないよ。 YouTube の知識とかマーケティングの知識がないと今までの言動のせいでオワコンになったってそういう風に考えちゃうのかもしらんけど、あの人がオワコンになったのは全然違う理由です。もっと勉強しような。リスナーとの対話やってる時にビオラの喋り方が煽ってるように聞こえたのは私だけ？いえ、多分みんなそう聞こえてます。だって煽ってるんで。もう概要欄に返したよね俺。参加条件、配信の演出上リオラのいじりやタメ口に不快にならない方って。概要欄ぐらいよ。もや直接だから好きにはなれない、この人は自分に合わない、だから見ないっていう選択をしてるんであればこの人は正しいと思います。リオラ曰く、アンチはされとか言ってバカにしてるけど19歳っていう前提で15歳と見抜けなかったのも結構アホだと思うんだが、これは2年以上前かな、俺がまだ登録者5万人ぐらいの時の炎上した話なんだけど、ちょっと知らない人もいると思うんで説明すると、僕は過去に未成年飲酒をしてしまってると。当時僕19歳で、ツイッターで仲良くなった15歳の女の子と体の関係を持ってしまったんやけど、これはね当時俺も若かったっていうのがあるんだけど、何回振り返ってもね見抜けなかったな多分。ちょっとこういう話を自分で動画で話していいのかもわからんかったから今まで触れてこんかったんやけど、あまりにもこれに対して言及されるから、もう今ここで全部説明しちゃうと、当時普通に言った当時知り合って一緒にゲームとかする仲になったんやけど、その彼女曰く自分は19歳で俺と同い年やと。でめっちゃ同い年の体で話進めてて、普段の会話とかもバイトでこういうことがあってとか、今美容の専門学校行っててみたいな話とかで、あとツイートもしててバイト行ってくるとかバイト終わったとか。でそもそも15歳ってバイトできひんやんか、できるとこもしかしたらあんのかもしれへんけど、できひんとこの方がほとんどやんか。だからそれで普段からもう完全に19歳って信じてたし、でもそもそも疑わんやん普通。まず私19歳ですって言われて、なんかこう見た目が明らかに若すぎるとかやったら疑い入るかもしれんけど、ゲームするだけの中で年齢疑うことなんてないし、会話内容も完全に同年代やったしで、マジで年齢確認するしか見抜く方法がなかったな。しかも最近の子なんかメイク上手すぎて分からん子結構おるしな。まあでもそういう18歳未満の子ってそのことの判断つかへんくて年齢詐称とかしちゃうから、そういう子がトラブルに巻き込まれへんために守るための法律やから、法律言ったら全然当時の俺が悪いねんけど、まあなかなか難しかったよね。まあ完全に言い訳ないけどね。結構勘違いしてる人おるけど、あれリスナーとかじゃなくて普通にただ知り合っただけの人やねんな。っていうのが過去の炎上事件の真実やね。まあ、あれについてはね俺が一番後悔してるし反省してるから。でめっちゃ伸びてた時期とかやったからね、その時期に急に炎上して、俺はだって完全に19歳やと信じ込んでたからさ、いやただ19歳のこと俺との関係を持っただけですけどみたいな顔しょって、蓋開けたら15歳でさ、俺が一番びっくりしたし俺が一番反省してるからねっていう感じですね。なんかまあこれ動画にしていいのか分からへんねんけど、ちょっとあまりにも言及されるから喋っちゃったわ。なんかまあ怒られたら消します。というわけで大人気企画2回目どうだったでしょうか。第1回からそんなに期間空いてないけどね、ありがたいことにたくさんネタ提供してくれてたんで、また第3回も開きそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。というわけで次回の動画でお会いしましょう。さらば。